から見える範囲は、はい、どうも皆さんこんにちは、エルです。続きやっていきましょうね。バレてるんじゃないかこれ。サプレッサーをつけよう。じゃあこれじゃなくてこれついてないし、持ち帰る必要がある。サプレッサーをつける。ナイトショットガンにしてデフレックスサイト。どこにいるんだろう。いた。よし。マーク。こいつだけか。少し遠いな。よし。どこにおるんやっぱ。あっという間だったな。最悪。少し慎重になったらどうだ。目標発見。了解。目標者。慎重になんてならなくても勝てるからいいんだよ。よし。これ持っていくぞ。これ おら、一旦解いて。ほらほら。よく挑んでくるね、それで。やっぱ重さか。しゃがもなかなかいいとこから撃ってくるな、あやつは。あれもエネルギー使うからあまり効率的ではないんだ。
もう一回使ってやるぜ。マキシマムアーマー使わないと体力が。どこだ。よし、侵入。よし、この下か。うまく降りれるかな。オッケー。アルカトラス、速度を緩めてしっかり聞いてくれ。了解。次のコントロールバリアのそばにロックハートが EMP トラップを仕掛けて。了解。もし作動すればナノシェルのシステムは元より君のシナプスを焼き尽くすだろう。トラップを迂回することはできないが、騙すことはできるはずだ。プリズムの送電系のサブステーションが東の海岸沿いにある。そう遠くはないはずだ。ほうほう。全然しょえみたい。ここ開くのかな。なくないか。この上登る必要があるか。さすがにこれを持ったままじゃ無理かな。これの上からジャンプすればなんか届くような気がする。よし、あれどこ行けばいいんだろう。おお、多分無理じゃないかな。行けたし、行けると思わなかった。ちょっと武器置いて弾を補充して満タンか。よし、これね、左スティック押し込みでこうこうやって息止めれるんでね。息止めるというか、その何、反動を抑える能力があるんで、それも使っていきたいな。うまくな。まあ元からあったんだが、スナイパーとかもずっと。うわ、すごいな。ちょっと置いて観察しよう。あれはなんだ、ステルス。うわ、スナイパーライフルまで見られてるよ。あ、そっか。どうするかですね、これは。完全に見られてますからね。ご了承で行くにしても、あそこにもいるな。アタッチメントを切り替えて。いやー、これしかないか。あいつヘッドショットやりたいんだけどな、できれば。やれないよな、多分。あいつのスナイパー欲しいな。よし、まだバレてません。まあ最終的にこれドンパチでいけばいいから。止めて。ダメだ。問題はありだと思うけど、やれるか。ダメだ。うぅ、怖い。一発外すともうそれで終わりだから。これサプレッサーつけれないのか。つけれないか。クローク発動。よしよしよし。
んだレーザーサイトがついてるだけか。危ない、怖いな。チャンス、よし。コードあまり得意じゃないんだ。来るか。あの2階にもいたな。よし、オッケー、敵はいない。やればいいか。ふう、ちょっと休憩だ。よし、やつをやりたいな。動き回ってるのめんどくさい。バレてる。なぜバレた。黒く解いてたね、そういえば。やったから。最悪、バレたな。仕方ない、こっちだって手はある。どこだ、あの俺のやつは。これか。ほら、うお、何、うお、やったか、やった、やばいぞ。うまく間を取ってないと、あれが飛んでくる。さすがにグレネードランチャーはまずい。よし、撃ってくんなお前。ふう、ちょっと待ってよ、エネルギーを。よし、おーおーおー、後ろか、やばい。ヘリがいる。プロフェットじゃないけどね、もう。よし、どっから撃ってきてるんだ、あれは。あの辺にから撃ってきてる、あれか。やったか。まだいるのか。あの辺にいると思うんだけど、まあいいや、スルーでいい。よし、あそこへ侵入か。
どこにいる？よし。よし。ロックハートは知らないが、奴が EM 移送機に利用している送電系は、その施設を経由する必要が、了解。しかもすぐにオーバーロードしそうな状態。緊急シャットダウンを開始できれば、ループは途切れる。システムが復旧した頃には、パワーサージを受け付けなくなっているはずだ。なるほど。奴には知りようもないさ。制御盤には表示されないはずだ。だが作動させたらアウト。間違いないね。送電経路を切り替え、EMP トラップを解除せよ。ふぅ。ドンパチでいっか。ガイア補充していこう。あれ補充できなかったぞ。弾薬補充。よし。サプレッサーじゃある必要ないな、もう。行くぜ。まだ生きてんの？どこにいる？リボルバーだからな、強いぞ。よし、これか。おお、えぐいな、これ。これ通れるのかな。あは、スライディングね。スライディング、スライディング。やーく、痛え。よし、できた。電力ダウン。それでは可及的速やかにそこを離れるんだ。セルが停電を見逃すはずはない。調べに来るはずだ。電電装置。目標に突撃。取りやられたぞ。ふう、ナノビジョンでエネルギーをちょっと回復させない。やれやれ、暗い。強いな、これリボルバー強い。あった。何を食らってるんだろう。あいつか、やったから。あれをやられるとスーツの機能が一時的にあれしちゃうから。今は一気に前進し、よし。何をされたか気づくますら敵に与えるな。了解。一気に前進だね。スピードが物を言うってやつか。変電所に増援を回してるようだ。慎重に進んでくれ、アルカトラス。ここまで来たのだ。今さら引きずったりせんでくれ。慎重かつ一気に。ナノビジョン増援所に入れ。来いよ、どこだ。
もう車が壊れそうだけど、あそこいるな。またか。これを借りよう。閉められたかな。面白いことになりそうだ。よし諸君、見つけたぞ。スイッチを押せ。やばいやばいやばい。内側の扉を上げろ。内側の扉を起動。行くぞ。奴が視界に入り次第蜂の巣に。君の左側に排水用の格子があるはずだ。これかな。口開けて配管系から川に出ろ。了解。メンテナンスドアは開けておく。ロックハートの位置を送信する。了解。開いてるぞ。今だ。さあ。了解。存在。フルオートに切り替えろ。砲弾に注意して、調子を取れよ。で、どうすんのこれで。いや、一気に行くぜ、一気に。あそこに入り込めば終わりだろ。オーケー。にいるな。あれどっから撃ってきたの、まあ、車には当たってないけど。よし。やったか。やらないか。うわ。えらい多いな。やばい。よし、スナイパーがあるな。やばい。やばい。
どこだ。多いぞ。諦めろ。勝ち目はない。どこから撃ってくるんだろうな、あれ。あれはダメなんだな、そういえば通らないんだった。ふぅ。マキシマムアーマーが効いてるうちに行こう。アーマー解除。終わらせるの？まあこれ持っていってもいいけど、じゃあこれ持っていこうか。これ持っていこうよ、終わらせるなら。オラオラ来てやったぜ。あ、弾一応補充しとこう。よし、終わらせに行きましたよ。いた、いた、なに。なんやった今の。あ、撃っ、痛いなぁ。この腐ったるみ。雑魚が吹き飛べ。強そうな春ガウス銃みたいな、スナイパーライフ、釘打つみたいな。いや、ないんですよ。よくやった。中に入ってくれたまえ。すぐにプリズムの入り口を開ける。できるだけ急いで向かってくれ。頼むぞ。はい、というわけでね、一旦これ動画を切りたいと思います。